ロリカとは、例えば動向動物などが、体の外側に形成している殻のような部分のことで、ある。他にも、原生動物のような単細胞生物の中にも、ロリカを持つ種が存在する。ロリカは、もともとは、ラテン語で鎧を意味する単語である。ロリカとつく鎧としては、例えば、ロリカセグメンタタやロリカハマタなどが存在する。優勝専門虫。 一番外側にロリカが存在しており、彼らはこれを住みかにしている。ロリカは体の外側を覆うものには違いがないものの、硬いものから柔らかいものまで様々なタイプのものが存在する。よって作り方も材質も様々である。例えば細胞外に何らかの物質を分泌してロリカを形成し、その内側で生活する生物も見られる。中には、 分泌物だけではなく、サル流などで補強されたロリカを持つ生物もいる。また、その形状も様々で、末端が外界に解放されているロリカも、閉鎖されているロリカも存在する。ただ、ロリカはしばしば筒状化塩水型をしている。例えば、原生動物のラッパムシが持つロリカは、塩水に近く、例えるならば、トランペットのベルのような形状をしている。 また例えば、優勝専門虫が持つロリカは、しばしば透明で、彼らはそれをスミカとして使用している。他にハローフェリキュリナ・コラレージアなども、ロリカをスミカにしている生物として知られる。このようなスミカとして使用するロリカの場合、まずどこかに定着にして、そこからロリカの形を作り始め、最後に固めるという手順で作成される。各細胞壁ロリカ。 テストセルウォールハット、ロリカ、ブリタニカオンラインエンサイクロペディア。britannica.com。2009年8月16日閲覧。マイク UK、チンチンにナエ。w w w m i c r o s c o p y u k o r g u k 2 0 0 9年8月16日閲覧。プロトゾアンプランクトンエコロジー。 3 phases of ロリカフォーメーション books.google.com 2009年8月16日閲覧ありがとうございます。